現在僕の所持金はマイナス2万円でございます。ボブトラベル、今からオーストラリアシドニーに向かいたいと思います。めちゃめちゃ楽しみです。僕英語圏の国に行くことが初めてで、というかアジアを出るのが初めてなんでめっちゃ楽しみですね。あとは8月は寒くて2月は暑いじゃないですか。あれ未だに信じてないんですよ。こんなことあるか、8月寒くて2月暑いなんて、こんなことがあるのかというのがね、私シドニーに着いたらやりたいことはオペラハウス見に行きたいですね。やっぱシドニーといえばオペラハウスなんで、それはちょっと見に行きたいかなと思います。ありがとうフィリピン。あかん、もう楽しみすぎてやばいですね。はい、グッバイ。Thank you。わあ、シドニーに来たやな。これやばいな。見に行きたいわ、早く。オペラハウス。いや、グッバイ、ありがとう。Thank you、マッキー。Little cold. Winter here in Australia. Oh, Benz. Yeah, yeah, cool for me. Nora's coming now. Yeah. Your wife? Ah, your wife. So how long are you going to stay in Sydney? Maybe 1 year. 1 year. Yeah. Nora will be here shortly. She just went to the church and she'll be here. Yeah, yeah. Near here? Yeah, yeah, 5 minutes. Oh, 5 minutes, okay.今現金手持ちがペソで1万1000ペソ持ってまして、で今銀行口座に残ってるお金の量が4万9956円ですね。でこれで合計がまあ大体8万円ぐらいですね。8月27日のクレジットカードの請求で9万7377円が決まっております。ということで現在僕の所持金はマイナス2万円でございます。でこれから1ヶ月ホームステイは決まっておりまして、まあ、1ヶ月の宿代と食費は確保されているっていう状態です。語学学校行くお金ももうすでに払ってます。1ヶ月食費と宿代を抜いてマイナス2万円で過ごさないといけないっていう状態です。まあ、皆さんワーホリはね100万円持ってこないといけないとか見たことあると思うんですけど、僕は実質マイナス2万円でここに来てますので、そんなもんで生きていけるのかというのも皆さんにお伝えできればなと思います。生きるためにお金を確保しないといけない、バイトを早く見つけなあかんという状態でございますね。本当にもうただでさえもうオーストラリア今バイト見つかりませんよっていう状況なんで、すごい不安な状況なんですけれども、もうほんまにのたれ死にましたになるかもしれないですけども、そういうのもシェアしていければなと思います。でね、今から僕がしないといけないことはオーストラリアの銀行口座開設とか、オーストラリアの SIM カード作ったり、お酒提供できるような資格をゲットしたりしないといけないんですけども、とりあえず今日の時点でやらないといけないことは SIM カードを作ることなんで、今日の最低目標として SIM カードの購入っていうことを今日はやっていきたいなと思います。では早速ね、このデパートで SIM カードを買いに行きたいと思います。で、この1ヶ月契約しようかなと思ってる携帯会社、テルストラっていうとこですね。TDL。ちょっと探します。テルストラ、ここですね。あ、110メートルで行けばいいの。あ、すぐありますね。では行きます。このデパートに来てる印象なんですけれども、やっぱオーストラリアは移民の国っていうことで、アジア系から、ムスリムの人らとかもいっぱいいるの。はい。やっぱオーストラリアもまたフレンドリーですね。ちょっとフレンドリーな国って聞いてきたんですけれども、 Vlog カメラ向けて歩いてると声かけてきますね。面白いですね。テルストラどこや。あ、これかな。これっぽいね。
携帯ショップなんで多分そうやと思います。ちょっと行ってきます。10分待ってくれということなんで今待ち合いするとこで待ってます。ほんまに大丈夫かな、マイナス2万円やろ。1ヶ月終わった後の宿も決めなあかんし、大丈夫かな俺。まあまあビビってますよ。結構なんかふざけてるみたいな感じ出てるかもしれないんですけど、だいぶビビってます。今の時点でマイナス2万ですからね。とりあえずなんとかしてね、速攻で銀行口座も別にもう何がええやろ、どこがええとか別に分からへんから。国内1番人気2番人気、まあ日本でいうところの三井住友銀行みたいなとこにね、銀行口座開設しようかなと思います。どうなっていくやろワーホリ生活。オーストラリアって意外とみんな知らなくないですか。僕も結構オーストラリアって聞いたら、まあ、カンガルーあるな、コアラあるな、オペラハウスあるな、まあ、エアーズロックあるな、でクリスマス夏やなとか、そんぐらいしか出てこんくて、結構みんなオーストラリアのこと知らないんですよね。僕も全然知らなくて、そういうのもシェアしていければなと思います。で、あとバイトのレジュメですね。レジュメもまだ全く書いてなくて、早く配ってねしないといけないですね。セブ島の語学学校で知り合った友達でもうすでにオーストラリアのワーホリ始めて今何ヶ月やろ、1ヶ月ちょっと経ってる人がいるんですけれども、その子は50件ぐらいレジュメ配ってやっとバイト見つかったって言ってました。どんなとこで働こう。せっかくなんで英語能力上げたいなという気持ちはあるんで、レストランの接客とか、まあバーとか接客では働きたいと思います。あと何やろ、なんか痛かったねんな、何やろ、何でした。はい、シム買うことができました、まあ、ここがいいんかわかんないんですけど、まあ最初の1ヶ月はここで行こうと思います。なんとか今日の目標達成でございます。とりあえずね、今からはですねホームステイ先に戻って休憩したいと思います。シドニーにも電車の遅延ありました。めちゃめちゃだるいでございます。もう見て、56分遅れるとか書いてある。だる、どうしようかな。みんなだるそうな顔してはりますわ。どうしよう。おはようございます。今ですね、朝ごはんを食べております。普通の朝はもうめちゃめちゃ起きにくいなというのを感じさせられた一日でございました。久しぶりの冬やったわ。夏からいきなり冬になったもんですから、今日やることは2時から学校があるんでそれに行くことと、あと銀行口座を開設することですね。シドニーの中心地に行って銀行開設しに行こうと思います。海外って感じの味するクロワッサンでございますね。これチーズの中に入っとる。ほんでなんかすごい鳥が出てきた。見て、なんやこいつ、日本のトキみたいなやつやな。はい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 、なんやこの鳥、フラミンゴみたいな。出てくる鳥とか全部ね、見たことないような鳥ばっかり。あ、今みたいな鳥いますし、カラスもねちょっとちゃうんですよ。顔周りは白くて体カラスみたいな。あ、これはちゃんと鳩やな。なんか靴干してあんねんけど、いたずらけこれ、なんでな、誰がどうやって何のために干したねん。はい、グランビレー駅ですね。ここから行くぜ。僕はこのセントラル駅っていうシドニーの超中心の駅に向かいたいと思います。シドニーの電車の特徴は全部2階建てっていうね、地下があって上もあって、自分が乗った階もあります。実質3階建てか。下行こうかな、せっかくやし。窓広くてすごい乗りやすいですね。駅の地面ギリギリからの景色を今お届けさせていただいております。うわー、都会やな、この感覚久々や。都会やな。ほな換金して銀行行きますね。すごいよ、美術館博物館みたいな感じ。監禁所まで徒歩13分もある。しんど、あかん、めちゃくちゃおしゃれ。来たー、あかん、来たー、めっちゃ楽しい、やばい。これですね、セントラル駅って調べたらこの景色出てきました。あの時計台みたいなやつ、うわー、ええー、なー。で、オーストラリアなんですけど、至るとこにねこういうフリーワイファイがあって、誰でもここでSIMなくてもねここで使えるんですよ。これあるのめっちゃ便利やな。めちゃめちゃ電波も速かった。今の気温で言うと11月ぐらいの気温かな。これも後半ぐらいの気温ですね。で、今回僕が開設しようと思ってる口座なんですけど、オーストラリアの4大メガバンクのウェストパック銀行っていう銀行を選びました。うわ、ええな、大都会やな。うわ、やばいなこの雰囲気、めちゃくちゃいい。なんじゃこのバーみたいなとこは。ピザ18ドル、バーバーショップ渋っ。お、セブ入れ発見。
セブンイレブンがオーストラリアシドニーにもありました。ほんまどこにでもあるな。ユニバ歩いてるみたいやな。スパイダーマンエリアあたりこんな感じじゃん。スパイダーマンもうアトラクションなくなってもたんですね。あれもうショックやな、ほんまに。あ、今から右曲がったらこれチャイナタウンですね。ほほすげえ、チャイナタウンや。めっちゃ口になんかパンフレットみたいな、パンとか入れられてるやん。何してね。おお、比較的落ち着いてます。神戸の南京町みたいにすごい勧誘はないですね。神戸の南京町なんかはいはい安いね安いねお兄さん安いねみたいな感じで言ってきますからね。夜の水終わりっすね。中国人ちょっと集まってパーティーしようぜみたいなイベントでした、さっきのは。はい、シドニーのチャイナタウン今通ったんですけど、まあそこまで観光地化してないというか、どっちかというと中国を味わえる場所というよりはほんまに中国人の生活を便利にするための場所なんかなと思いました。この辺もなんか中国の店が続いてますね。喜び喜びでなんて読むやろ。めっちゃ嬉しそうですね。字見ただけで嬉しいの伝わってくる。あ、あった、ありました。ということで換金します。はい、ついにオーストラリアドルゲットしました。約3万円から2万7000円ぐらいになりましたね。これオーストラリアドルなんですけど、手取ってみたらめっちゃ後ろ透けてますね。裏に置いてる自分の手見える感じ。はい、それではいよいよ口座開設でございます。今から徒歩7分のウェストパック銀行支店に向かいたいと思います。うわ、ここはめっちゃレンガ調やぞ。ヨーロッパ感ですね。この正面もこれなんかタワマンみたいなやつかな。一番最上階のめっちゃ高そうな部屋のところにめっちゃでかいブランケットみたいなの干してある。バスの運転手さん、カウボーイハットかぶってありますね。渋っ。何や、ここパン屋さんなんですけど、ドーパミンっていう名前やで。見てください。DOPA、ドーパミンやって。薬物でも売ってんの？この鳥またおった。なんだこの鳥は。プリやん、ここ。これ多分韓国風のプリクラのとこなんかな。日本風かもしれんけど。来ました、ウエストパック銀行支店。銀行口座作ってこうかなと思います。ん？クロースデイ？なんでやねん。わからない。Where are you from? 韓国です。日本語上手ですね。日本語を自分で勉強しました。 Why close today? Holiday. Oh my god. 銀行口座変えたろ。もうウェストパックやめた。 ANZ っていう銀行ありましたね。は？ガチでこの銀行もや。嘘やろ、そんなことある？だる。バンクホリデーって多分1年に1回しかないんですけども、それが僕オーストラリア来て銀行口座開設しようと思った日がバンクホリデー、1年に1回しかない日に今日が当たっちゃいました。だる。何しょ、ほんまかいなですね。明日作らなあかんわ。ほな今日やることは、まあ、レジュメは作りたいなっていうのがあるのと、オペラハウス見に行きたいですね。やっぱシドニーに来たからにはオペラハウスは見ときたいな。感動するやろな。オペラハウスの最寄り駅サーキュラーキー駅やって、行こうか。今日は行ってきます。ニモの映画で出てきそうなカモメいますね。近くで見たらブッサイクですね。ってことで今からオペラハウス向かいます。今からオペラハウス見れるぞ。オペラハウスはやばいやろ。形ね、あの独特な貝殻みたいな形のオペラハウス見たいですよね。さすがにオーストラリアシドニーは左タイプですね。松の左か右かってありますよね。大阪左なんですけど東京右ですよね。どっから右に変わるタイミングがあるの。名古屋ってどっちやったっけ。右やった気が。来ました。この電車に乗って降りた時、私はオペラハウスを見ることができます。えぐいえぐい、ちょっとほんまに楽しみやこれは。今回上乗ってみようか。上乗ろう上乗ろう。これ下の方が好みやわ。やっぱ上あかん。オペラハウス楽しみにしてます。ついにやってきました。さ、見えちゃった。ちょっと待って、もう見えちゃったんですけど、まだ映さんとこはさすがに。このね左側を見ると、もうこれぞシドニーという、もうこれでもかっていうぐらいシドニーな景色が広がってます。ちょっと行こうか。ハーバーブリッジも見えました。えぐい、ちょっと待って、えぐいこの景色、これやばいわ。いやもう見せます。超シドニーやばい。ザザーン、ハーバーブリッジがあって、あそこです、オペラハウス見えました。で下見ると港ですね。ジョーズみたいな、サメおるんちゃうかみたいな感じの港が広がってます。行きましょうか、オペラハウス。皆さんも一緒にぜひ楽しんでもらえたらと思います。いやもうこの左がオペラハウスの方です。
いやほんまにこのサーキュラーキー駅超最寄りですね。こんな近いとは思ってなかった。もうハーバーブリッジここやもん。皆さんザ・シドニーのとこに行くにはサーキュラーキー駅ですよ。びっくりするぐらい近かったです。おお、絵に描いたようなカモメの声聞こえた。絵には描けへんか。声は声は絵に描けへんもんな。 OK アゲン。めちゃくちゃ綺麗。こんなとこでチルできたら最強やろ。うー、オペラハウス見えた。やべ、さすが西条にすぎる。写真撮っとこう。めっちゃもう印象は港町って感じですね。もう海と共にある街。ほんまに2もの世界やな。シドニーわらび通り 42P ジャマやったっけ。42やったか49か合わせたけど。はあ、この下もあるんや。下から写真撮ってはる人もいるな。はい、オペラハウス近くまで来てね、思うことはですね、表面ツルツルじゃないみたいですね。タイルが何枚も貼られてるみたいな感じです。オペラハウスは近すぎるとちょっとわからんくなります。全部見えた方が綺麗やな、オペラハウスは。今オペラハウスからハーバーブリッジに一番近いであろうとこに来ました。うえい、素晴らしいな。オペラハウスのこの裏側の方に来るとね、ここ公園があるんですね。めっちゃええやん。海見ながらオペラハウス見ながらこういうとこで休んだらね、すごく気持ちええと思います。ここってレストランみたいになってるんや。今日本の高校生の子と喋ってるんですけど、なんとねオペラハウスにアザラシが見えるポイントがあるらしいんですよ。うわー、これか。こんなんおんの、運良すぎやろ。すげえな。はい、オペラハウスこんな感じでございました。すごい感動しました。いやー、よく写真とかで見るような景色を実際目の当たりすると感動しますね。よっしゃ、もうあと40分で学校始まりますので、今から語学学校を向かいたいと思います。はい、やお、お、thank you。 OK、 ナンバー6って横から行きます。どこやねん6。お、これか。ここですね、ここっぽいですね。Please call me Bob. Bob. Yeah. That's easy. Thank you. Bob's good. Yeah, yeah. Thank you. What's your favorite thing you wanna see? はい、語学学校ありました。あのオリエンテーションが終わった後、スピーキングテストをして、で今ので自分のクラスがレベルが決まるんだと思います。とりあえず今日はですね、ホームステイ先に帰って。でバイトのレジュメを作っていきたいと思います。それで明日から銀行口座開設してレジュメ配りというのもやっていこうと思います。みんな見てくれてほんまにありがとう。次回もお楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。